かんない。いやなんか投票もあんましてないからなんか頑張れとか言えない見守るしきりみちゃんはでもかわいい、かわいいの。でも最初はマイメロから入ったサンリオは。あ、わかるわかる、なぎもマイメロだった、ね、そう推し編しました。はい、よ、はい、推し編っていうか推しまし、うん、推しまし。はい、うん、ポチャック4位だったって。嘘でしょ。え、1位じゃないんだ。え、下がったんだけど。え、そう、3位だったのずっと。誰に抜かされたんですか。4位誰だったっけ。誰とか誰だったっけ。人え、1位シナモンだって。まあね、シナモンは、ね、シナモンって何あんな人気やの。いや、なんかさ、みんな好きやん、シナモン。好きだね。いや、可愛いけど。わかるわかる。なんか、キティちゃんとかじゃないんだと思う。ね、なんかあんだけキャラがいてね。そう。わかるよ、すごい。そこシナモンなんだって。強いね。2位はあれよ、ポムポムプリン。あー。あ、でもね、シナモンと似てるよね、ちょっと。確かに。ワンちゃん。うん。すごい、すごい。やっぱり。なんだよね。あの、うん。サンリオピュアロランド、うんうんうん、でさ、いるじゃん、シナモンちゃんとか。いるね、かわいいよね。実際見たらかわいいんだろうね。いや、フォルムとかね、うん、かわいいよね。いや、わかる。やっぱ丸いフォルムが人気なのかなって思うよね、うん、実際会ったらなんか好きになりそう、うん、私はあの直接会ったことないんですよ。ないようなわかる。だから会ってみたいなと思う。ね、抱きついてみたいよね。うんうんうん、かわいいよね。え、キティちゃんとエイってコラボしたよね。あ、そうそう、そうなんですよ。蜂のね、めっちゃかわいいあれ。ね、すごい。そうそう。グッズ、ポップアップストアがやるん。大阪もやる確か。大阪もある。ね、阿部のあたりで。そうそう、かわいい、絶対。ね、見に行きたい。ね、買う。ぬいぐるみ欲しい。売ってないよね。そう、なんかなんかなんだっけ、あの大きいのさ、なんであるんだっけ。あれすごい特別なに作ってもらったのかな。なんかでも好評だったら、あ、そっか、あれも発売します的な。でもさ、あん感じだった気がする。こんぐらいのサイズで、うん、あの発売されるのかなと思ってたの。もっともっとなかったね。うん、なかった。そうそう、なかった。なんかとにかく私は今のサンリオの3位が聞きたいんですけど。あ、3位確かに。ですか、1位と2位はあれだもんね。ね、3位、え、3位クロミちゃんとか。え、クロミちゃん人気だよね。でもそうなの、うん、マイメロちゃんより、うん、え、そう、最近ねクロミちゃん人気すごい。へー、あ、クロミ3位。あー、やっぱりクロミちゃんに抜かされた。話ね、あー、ポチャッコへ、ポチャッコすごい。なんかさ、ゲームアプリでさ、うん、ポチャッコに多分40票ぐらい投票してる。え、すごい。そう、なんか無料でなんかチケットもらえるみたいな、うん、毎日ログインでみたいな、うん、へえ、そう、それでね投票してた。すごポチャッコ、想像以上にガチ勢だった。そう、推しが4位になってしまいました。すごい。あ、でも、え、きりみちゃん高くない？19位だって。いや、なんかあのさ高い高いね、きりみちゃん上がったのかな。ね、いっぱいキャラいるからさ、なんかちょっと、いや、なんか分かれちゃった。あの4位とかさ、あ、3位抜かされたって話してさ、きりみちゃん19位、え、高くない？っておかしくない？ちょっとおかしいです。さ、サンリオめっちゃキャラいるじゃん。あ、確かに、ね、そうだよ、その中の19位はアンダーガールズよ。そうだね、高いわ。確かに今の流れはちょっとやばい。逆に最下位。マウントね、確かに。ごめん。
すいません、めっちゃおもろかった。むしろなぎちゃん、きりみちゃんないだと思ってたの。そこよ。いやでもさ、有名じゃない、きりみちゃんって。有名だから結構ね、ぐでたまといい感じだよね。あ、確かに確かに、そのラインにいそう。うん、最下位なんなんだろうね。あーね、サンリオキャラの最下位。最下位ね、確かに。そんな可愛くないキャラいなくない？うん、全部可愛いね。うん。10位以内に入らないとカフェ開いてもらえないんだなって。10位になったらカフェあるんだ。え、すごい。カフェ、ポチャッコカフェとかクロミちゃんカフェっていうのがあるってこと。あ、そうなの。サンリオピュアランドの中でってことかな。あー、確かにそうじゃない。え、めっちゃ会ってみたい。可愛すぎるよって来てる。え、いいの。ピューロランドでさ、イベントがしたい。え、それね、ピューロランドのイベントないですかね。確かにコラボしたし、ね、ワンチャン。なんかさ、よくアイドルさんさ、他のグループやってたりするよね。え、ピューロランドで。確かに。あの、ときめき宣伝部さん、とかなんかやってた気がする。行きたいね。でもなんか8人とかだったら私入れるかわかんない、その サンリオ選抜みたいな。でもキリミちゃん好きですってアピールして。あ、そうだね。弱キリミちゃん。弱くない、大丈夫。なんか知ってるかな、スタッフさん、キリミちゃんって知ってるんじゃない。知ってるか。でもさ、キリミちゃん好きってさ、え、そう、それサンリオなのってさ、いうレベルじゃない多分。そだからすごいんだよ、それを知ってるから。あ、ね、そう、ということね。そうそうそう、すごい。キリミちゃんって何ってなる。うん、え、STU で年末やるような。マジ、え、すごいいな。でもママがサンリオ、あの、キキララ好きなの。あー、かわいいよね。あんま関係ないけど、アピール、キキママがキキララ好きでって。わかる、かわいい、キキララ、かわいい。最近来てます、私も。なんかね、キキララはグッズが可愛いんだよね。なんか色合いがすごい可愛いの多い。じゃあ私のママは黒みが好きなの。そうなん。そう、マジ。黒みに投票してたお母さん。そうなの。もう抜かされましたね。なんかハンギョドンっていうさ、キャラクターも人気だよね。え、ね、なんか最近流行ってない？かわいい。え、そう、なんか YouTuber の人がめっちゃハンギョドン推してる人いるよね。そうなの。うん、それはでかいわ。うん、ハンギョドン、ハンギョドンもなんかいい順位そう、なんかね。うん、でもあれ何、ちょうちんあんこ、ん、あれ、ハンギョドンってモチーフなんだろう。あ、そう、いるやん、ハンギョドン。見ましたって。え、そう、急になんかさ、サンリオキャラ増えた。ほんまや、かわいい。すごい、アバターにサンリオキャラめっちゃいる。こっちはあんまいない。あいつ、シナモンいる、こっち。ほんまや。あ、かわいい、やっぱすごい、おもろ、すごね。話変わるけどさ、スパイファミリー見た？え、今ね、めっちゃハマってるの。昨日やってたよね。え、そう、やってた、やってた。11時にやってたよ。え、マジ？うん、見た。私も、うん、いつだっけ、なんか先週ぐらいに見始めて、うん、マジ？同じぐらいだ、多分。見始め、そう、ネットフリで今最新話まで見たんだけど。やってるよね、うん、めっちゃ面白いね。え、ね、面白いよね、うん、アーニャがかわいい。そう、アーニャがかわいい、かわいすぎるよ。なんか
力抜けるぐらい可愛くない？え、そうそうそう。なんか最初はみんながハマってるから、うん、あんまりなんかハマるかなって感じで見たの、うん、めっちゃ面白かったみたいな、うん、めっちゃおもろい。あれはもうね、いいね。なんかアーニャとダミアンの絡みがキュンキュンする、すごく、うん、わかるわかるわかる、めっちゃわかる。え、最新話、え、ドッジボールの回見た？昨日のさ、お話見てない。見てない、これから見る。うん、え、めっちゃ面白い。マジ？うん、面白かった。え、ワンピース見ないんだっけ？そうな、ワンピースはね、あん、うん、見てないね。そう、見たことない。あれ、鬼滅の舞台見に行ったよね、一緒に。あ、そうそうそう2.5 の鬼滅の舞台見に行ったんですけど、まあ、でも結構ね、ちょっと遠目だったよね。うん、顔が認識できないぐらいの遠さ。あ、そう、遠かった。結構遠かった。そう、うん、でもね、鬼滅は見てた？あれ、セリカ、うん、見てた。なんか映画見るために横ちゃんと一気見したのよ。あ、そうでも横ちゃんね、そう、ハマらなかった。えー、そうなの？そう、マジ？でもなぎちゃんが舞台に誘ってくれて、うん、あ、そうそうえ、行ってみようかなと思って行ってみたら面白かったんだけど、うん、ハマらなかったあ、ね、そう、あ、続編気になるって感じじゃなかった？あ、うん、ね、あ、そうなんですそろそろ、え、ワンピース終わるの？え、なんか、うん、結構今1020ぐらいなのよ、うん、20話ぐらいあって、え、うん、1000、うん、で、なんか一回、うん、あのアニメで見てるんだけど、漫画はどれぐらい進んでいくか分かんないんだけど、うん、なんか1ヶ月間お休みするんだって、その、あ、作者さんが？そう、それでその再開された時からもう最終章、うん、おー、なるほどね、だって。え、すごいね。だからでもそれめっちゃ長そう、最終章。どうする、最終章1000話ぐらいあった。そんなそれはないけどでもめちゃくちゃ長そう。確かに50話ぐらい、ね、もっとあるかな。ありそうだね。8月に映画あるのよ。へえー、あ、もうそれがもう楽しみすぎて。なるほどね。もうそれモチベな気がする最近。あ、でもいいね、うん、最終章まで休んでるって、かっこよくない？かっこそう、かっこいいな作者の人かっこいいんだけど、なんかそう、かっこいいよね。力貯めてるんですね。なるほどね、マジ楽しみ海賊王になるのかなみたいな。あ、そっか、海賊王を目指して旅をしてるっていう設定か。そうです。どうするならなかったら、でもそういう展開もあるんじゃない？え、そうそうそう、なんかさ、ワクワクしてるな今。海賊辞めるっていう、え、終わっちゃうよ、終わっちゃう25年書いてるし、だって、え、すごいね、うん、そんなキャラクターの数すごそう。え、すごい、数えきれないんじゃない？うん、え、それはさ、なんかいろんな島とかに行って仲間を増やしていくの？あ、そういうわけで増える場合もある。あ、たまに、うん、あ、なるほど、今10人ぐらいだっけ。まあ確かに増えてったらキリがないからねそうそう、え、すごい、なんかでもちょっと気になるかも。え、めっちゃおもろいよでも、うん、なんか私も小学校の頃からハマり始めて、うん、今やっと追いついたみたいな感じなのよ。え、じゃん、はい、でも、うん、4年ぐらい空白なの、見てない時期あった。3年ぐらいかな、うん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 、でもここ2、3ヶ月で6年分ぐらいの一気見して、うん、追いついたので、あ、まあ見れないこともないと思うんだけど、多分心折れると思う。空島とかその辺の物語で。マジ？私は、うん、ちょっとよくわかんないと思うけど、うん、パンクハザードっていう物語で心折れました。うん、それは中間ぐらいのあれ？あ、そうだね、中間ぐらい、ちょっと進んだかなぐらい。700話ぐらい。そうだね、そのぐらいかも。え、うん。600、700ぐらい。うわ、確かに
あと300話あんのかと。え、それあれ、あの漫画で読んだ？うん、アニメ。アニメ、アニメだったらまあでもちょっと早送りしながら、うん、見るのもありだ。大体空島の次で一度離れる人もいそうなんです。そうなの。でもそれでも戻ってくんだよね、すごいよねそれ。いや、セイカが戻ってきた理由は、うん、8月に映画があるからなんですよ。あ、そのメインがシャンクスっていう、ね、私がもうずっと好きなキャラクターがメインみたいな、あ、いいね。だから見ないとと思って。しかも今が 見る時じゃない、充電期間だし、うん、そうよ。それだよね、狙いは絶対するよ。それもある、この機会に追いつこうみたいな。見てみようかな。え、マジ見る。好きな人多いじゃん、エイト。本当に多いね。なるも仰天も、うん、ミスターとかも多分好き。でも楽しそう、なんかその話混じったら。でも映画8月6日公開なので、うん、あと1ヶ月半ぐらいあります。1ヶ月か、結構長い。1ヶ月はきついな。ああ、でもそれ長いね。1話がだって40分ぐらい。いや、30分とか。うん、30分か。一日中見たとして。えか、漫画で流し読み。あ、漫画、漫画の方がいい。でも、うん、なんて言うんだろう、うん、当たり前だけど、うん、細かい、なんか、うんうん、細かいから私はなんか眠くなっちゃう。そうなの。やっぱ紙だとダメか。いや、多分アニメ、私が漫画に慣れてないだけなんだよね。あー、でもワンピースは漫画もめっちゃ時間かかるって言ってるから、アニメの方がいいんだよね。そう、アニメで、でも絶対夏は忙しいから無理だよ。そうだね、千話は。千話ってもう桁が違うよ。長い歴史。だったら100巻以上、すごいね。すごっ、漫画めっちゃ揃えればよかったってめっちゃ思っている。漫画読まないけどコレクションするの好きだから。あーね、なんか欲しい、100巻以上。家に飾る。確かあったらいいね。読まないけど。読まないけど、ね、読まないけど。やっぱお腹すいた。え、ね、お腹すいた。ね、お昼食べてないんですよ。それな、私も。そう。朝ごはん。フルーツティー。フルーツティー。自販機にあって。美味しそうそれ。ちょっとね、そう。70円の水にしようと思ったの。うん、天然水に。水ね。でもその横にこれがあって、え、可愛いと思って、100円なんだけど買いました。うんすごい、フルーツティーでレッスンしてるってすごいおしゃ れその前はカフェオレ砂糖不使用。あ、砂糖不使用で気を使ってるかと思いきや、うん、これで砂糖を入れました、体に。確かに糖分、ね、意味ないです、フルーツの砂糖が。あ、なんでさ、水飲むときから外れんの。あ、ね、マスクすっぴんだから。そうそうそう、すっぴん、どすっぴんだから今日。いや、可愛いからね。でもね、ショールームってすっぴんでもなんか、うん、確かに分かんないんだよね。ね、画質がちょっと私あんま良くないから分かんない。ご飯食べるか。ね、何食べよう。それ、どうしよう。もうなんか、ご飯とか好きだけど、うん、そこまで欲がないから、なんていうの、何を、食欲？いや、食、いや、お腹も空くし、食べたいってなるけど、うん、めっちゃ下がった。何をさ、うん、食べていいか分かんないからね。あ、
なんてわかる？わかるわかる。なんか自分の食べたいものがわかんないよね。そう。そうなんです。一回そのゾーンに入っちゃうと、うん、ダイエット成功する気がする。あー確かに、うん、もういいやみたいな。夜とかにそうなったらいいよね。うんうんうん、ね、逆に今食べなくて夜食べるのがもう一番最悪。わかるわ。でも夜に食べたいだよね。え、そう、夜にめっちゃお腹空くのはあれ何なんだろうね。太っちゃう。セリカは牛丼食べるイメージがないか。え、牛丼めっちゃ好き。普通に一人で行くよ。え、一人で。牛丼チェーン店。うん。すご。結構サラリーマンが食べてるイメージ。だからそう、空いてる時を狙って行くの。うん、休みの日とか。うん。あ、だよね。混んでそうだもん。そうそう。牛丼めっちゃ好き。美味しい。え、すごい、なんかそこの人がさ、マークついてる。あ、あれだよ。ついてるっけ、こんな。なんか、イベントでめっちゃ頑張って貢献してくれた方、なんか貢献度ランキングってあるんじゃん。あるある。それの多分、うん、上位の人はなんかマークがついてる。え、すごい、メダルみたいな感じ。そうそうそう。へ、すごい、これ知らなかった。うん、今何時？え？価格変えたら分かる。2時になります。え？まだ2時？うん朝活しすぎてね、今日早かった。ね、早かった。昨日遅かったのに本当に。しかもさ、うん、昨日さ、うん、遅いやん、お話し会でさ、うん、キューブまであったのね。あー、夜遅い人は。そうそうそう、うん、帰って、うん、今日朝レッスンと思って覚えたのよ、イベントのやつを、うん、そしたらなんかもう昼間に覚えればよかったんですよ、昨日の、うん、でもなんかあまり気が進まなくて、うん、お話し会終わってから覚えないとってなってで覚えてで今日の朝寝不足寝不足でもなんか夜になんないとね、やる気起きないよね。そう、夜型だわ。そうなんです。なんだろうね、うん、じゃあ家、あ、そっか、めっちゃ遅かったんじゃない、昨日終わったの。じゃあ10時とか。いやいや、9時過ぎだね、うん、日付変わってから覚え出したいや、それまで何してたんだって話だけど。いやでもね、すぐ時間過ぎるから。そうってね、分かる。座ってたら2時間経ってるとか普通に。いや、あるある。 TikTok とか見たらもう終わり、うん、分かる。もうすぐ時間経つね、日付超えてるよね。そう、凪も昨日眠かった、めちゃくちゃ。それな、眠くて、凪、うん、はね、朝の人だったんだけど。あ、だから4時ぐらいに終わって、うん、そう、寝たもん。あ、え、わかる。え、寝ちゃった。でも寝ちゃう。そう、眠いよね、うん、でも寝ちゃって、うん、起きたのがもう11時とか。いや、遅い。やばいよねもうすぐ日付か。そう、え、それでさ、うん、夜寝れた？深夜。ね、3時とかに寝た。あ、そう、まあ、でも、まあまあ、そうなるね、うん、今日はもう絶対寝ないで、ちゃんと夜に寝る。え、そうしよう、うん、今日朝起きたからね。そうだね。そう、え、天気悪くなってきたって。あ、マジ？なんかでも確かにさ、コメント欄でたまにさ、ゲリラ豪雨って、なんか、そう、やだ、今帰りたくない雷だって。そんなひどいの天気やばいやん、いつ収まるやろ。やだ、ご飯
誰か買ってきてくれないかな。絶対嫌だみんな。ね。ウーバーとかしてもその人も雨と雷に打たれながら来るわけだから。嫌だろうね。絶対ダメ。なので自分で買います。何食べよう。ね。うん、何食べよう。お腹すきすぎて何食べたらいいか分からない。うん、それは仕事です。まあね、 YouTube まあね、うん、でもよ。でもよ。でもよ。仕事でも嫌だよね。うん、やだ。注文来てさ、うわ絶対注文取んないと思う。え、そんなやばい。見つかんないじゃん。だから確かに届けてくれる人。やば。たらい回しにされる。おもろ。そういうあれもありなんだ。うん。ランキング読む。読むか。よし。よし。じゃあ先読んでもいい。あ、交互に読む。うん、あ、そうね。いきます、はい、13位マルワイアットなぎせりかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。13位モモタネットさん、ありがとうございます。え、何位？12位か。園田長崎アットなぎせりファンです。さん、ありがとうございます。ありがとうございます。書いてないけど。はい、12位はショートさんです。ありがとうございます。え、あ、11位。え、毎回え。11位キティアット、サンリオとのコラボ良かったね、うん、さん、ありがとうございます。書いてないけど。11位しゅんごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位中心アットなぎせり良い友情レッスン、お疲れ様さん、ありがとうございます。ありがとう。10位たっ立山県警アットマークミニオンさん、ありがとうございます。ユニバ行きたい。ユニバね。9位ぶっちゃんアットなぎせり配信へ、やはり神回です。さん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。B さん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位県警アットレッスンお疲れ様さん、ありがとうございます。ありがとうございます。書いてないけど。8位ともやかっこボブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位幻あったせいちゃんのフルーツティー美味しそうさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位ひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。5位アイスカフェあったリランチなぎせりランリーとお肉食べに行こうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。行きたいね、お肉食べたい。アトマー君なーにゃ神推し、その説は申し訳ありませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。4位中心あったマスクかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。ありがとうございます。あれ待って、4位5位だなぎまだ。シュワンワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位ケンジあったセリカの目めっちゃタイプマスクかわいいさん、ありがとうございます。ございます。嬉しいピンポイント。4位メロンメロンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。飛ばしてないよね私ね。なんか順位が合わなくなってきたんだけど。2位ケイチロあったなぎせりしか勝たんさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。飛ばしたあれ。なんかえ、それなん大丈夫か。1位はタクアットなぎせりレッスンファイトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位はトカチンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよね、読んでる読んでる、うん、読んでる。オッケー、大丈夫。じゃあ1位は博多バリカタマンアットマーク昨日なぎ店とお話ししたよさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、金一郎さんとタクさんタワーありがとうございました。ありがとうございます。よし、読みました。はい。うん、はあ、
うん、帰ったらマジ寝ちゃいそう、うん、ね。いや寝ないでどうしようかな。でもお風呂に入ればいいと思う。あ、寝ないね、もはや。うん、確かに。お腹空いた、帰ってご飯食べよう。うん、食べよう。でも今さ天気悪いでしょ。そう、そうなんだよね。やだ。あ、これから何するの。え、どうしよう。本当にアニメ見ようかな。アニメ、あ、スパイファミリー最新話あるよ多分。確かに見る。昨日のワンピースも更新されてないかな。見よう。でも和田さん、うん、みんな帰ってないよね。なんか意外と残ってるね。雨雲レーダー見て、あのあれ、天気予報マシになった時間に帰ろうかな。うん、でもなんか夜がだんだんひどくなってくる。え、帰るなら今なはずだよ。マジ？確か。確か？でも確かに。うん。夜雨って。そう。ええー。雨降る時間早いよね、ここ。早い。おかしい。やっぱ梅雨はあれです。ね。え、ちょっと外晴れてきたんだって。お。あ、じゃああれだ。こういう感じで動いて。そうかも。大丈夫。雨雲が。じゃあ終わりたいと思います。楽しかったです。楽しかったです。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ほっとします。明日バイバイ、イベント楽しもうね。あら、ありがとうございました。バイバイ。